はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も地球防衛軍6やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。ノーマルモードである程度まで進んでいきました。今は、ハードモードで新しく上からクリアしていってるところですね。今日は、ここ、烈火の大地のハード、やっていきましょう。それでは、行きますね。バトルシステム再起動。基本的にはね、まだレンジャーでしか進めてないので、あと残りの3つでも進めなきゃいけませんね。ちょっとまだ時間がかかりそうな感じです。あれあれ、ちょっと待って、車の動き方が分かんない待って、いいや、車の動かし方が分かんなかったわ。はい、あ、ワンパンじゃないのか。思いっきりお前グレーなんだね。お、思いっきりグレーだ。ああ、もう、もういいや、近距離戦でいきましょう。お、やるね、いい動きするよ、いい動きするじゃない。まずはお前らを倒しとけば問題ないんだよね。 OKで、雲たちが来たか。めんどくせえな。テルミット弾投げて、足止めをしつつやっていきましょう。こいつらはね、まあ、火力はそこそこあるかもしれないんだけども、耐久力はそんなにないので大丈夫です。この問題点はあのグレーの宇宙人だけだったかな。あれを倒してさえすれば大丈夫か。 OK、 これアイテム回収がもうちょっと楽だったらいいんだけどね。装備によっては回収の範囲が 100% 倍になるにはなるんだけども、倍になったところでって感じなんだよね。もう出てきたらもうすぐにねゲットできるような装備があればいいんだけど、これアイテム回収がね難しすぎるのよね。回復以外はもうすぐに回収してもらっても構わないんだけどね、なかなかうまいこといきませんよ。5からも確かそうだったよね。いや、もう今までずっとか、今までずっとだ。この回収がものすごい問題点だったんですよね。なんとかしてほしい、頼むよ。スナイパーライフル持ってきたけども、別に最初のグレーと戦う時だけで、あとは、あー、あっちにいる、いる、あいつがいるか。いや、いいところで爆破させて周りを倒そう。あれ当たんねえか。おお、結構来るね。ちょっと待って、回復して、一発でいけるか。まあ、すごい。ああ、嘘、いけない、マジか。よし、オッケー。もうちょっと引きつけて行った方が良かったかな。はいはいはい。おお、危ないぞ、危ねえぞ。あんまりこっちまで引きつけるとやばいことになる。ちょっと待って、これマザーでしょ。じゃあ、かっけえな。ちょっと待って、まずお前を、いった。このエリアの兵士は全滅した。現在、隠れ家200人が身を潜めて、これ射程が足りんわ。ほとんどが老人と子供だ。待って待って待って、食料と水の備蓄も減ってきた。ああ、いやいや、いける。だが救援を求めているわけではない。いいねいいねいいね。戦う覚悟がある。よっしゃ。素人ばかりだが軍事訓練を始めた。ああ、我々はここで飛ぶやつもここ来たっけ。来たんだな。知っておいてもらいたい。こちらはニューヨーク。そうかそうかそうか、飛ぶやつもここ出るんだ。
まずちょっとアイテムをある程度回収しましょうか。もったいない、アイテム回収しないともったいないもんね。うわちょっと待って、数がやばいな、あそこ数がやばすぎるぞ。ちょっと待てよ、これはやばいな。うまいこと引き打ちしていかないと。まずはちょっとでかいやつからいかんといかんか。でかいやつをまずは OK。 いやまず数をまず減らさんと無理か。待てよ、とにかく多い。よし、わーこっち、このでかいのをなんとかしよう。オッケー、ひどいな数が。オッケー、まだ全然 HP はある。よし、邪魔、やば、仲間たちはちゃんと生きてるのかい。うわーやべえ、これ囲まれたら死ぬぞ。待って、あぶねえ。じゃあいける、ギリギリいけるか。うわでかいのが結構いるな。 OK、 だいぶ減ってきた。こんぐらいになってくればやりやすいね。あのでかいのがね、なんとかしたい。その前に周りの雑魚をまず倒したらいいか。待って、これハードになるとさ一気に硬いね。ものすげえ硬いんだけど。うわちょっと待って、すっげえダメージ入ってる。よし OK、 うわ回復もしっかり取りながら行きましょう。うおおくっ、よし、雑魚の方をまずは片付けて。これこういうので撃った方がいい。あ、OK、いけた。でもあれ、ちょっと待って、1体だけ残して、あれだな、アイテム回収した方がいいね。多分これでラストっぽいな。回収します。オッケー、回復以外はあらかた取れたかな。いいっぽいですね。うーい、硬えな。よし、これでおしまいだ。で、上空のナンバー6がテレポーションアンカーを投下。地上に激突します。まだいたか、まだいたか、まだいました。あ、いやでもダメージが与えれないから終わりだね。テレポーションアンカーを破壊しろ。いや終わりじゃない、嘘、ダメージ与えれないよ。あ、やっぱ終わりだ、だよね。クリアです。結構新しいのゲットしました。やっぱりノーマルとハードでは出るやつが若干変わってくるんだろうね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。